球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。シーズン本拠地25発は2000年トロイグロスが記録した24本を超えて球団新記録。 また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチ安打をマークした。登板翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、 ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて。エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番、DH でスタメン出場。第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では、安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。 この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4 1で勝利し連勝した。レグン先発サワンアラードの前に初回1試の第1打席は左ヒ、4回無視の第2打席は1ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1試の第4打席では右腕パットンからアンダ。2投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2安打して以来13試合ぶりのマルチ安打を記録した。 前日三日、同四日は、二番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる百十七球を投げ、七回七安打八奪三振2失点で九勝目をマーク、九百十八年のルース以来百三年ぶりとなる、同一シーズン二桁勝利二桁本塁打、2王手をかけた。打っては四打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は百二十九試合で四百五十四打数百十七安打九十打点。 42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん大谷翔平2本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後、盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第三打席で43号スリーランを放った大谷は、 続く第4打席では右前にアンダを放った続くゴセリンの打席で二投を試み塁審はセーフのジェスチャーしかし直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった成功していれば23個目の投塁だったがもったいない結果となったなおマルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで今季34度目4 大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとした、パーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本類打王相では 今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け。 アベまで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たり、と興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、 今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を103年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打さらに MLB 史上初となるシーズン50発25投塁などいくつの金字塔を打ち立てるのかその活躍から目が離せないなおこの日の大谷の打席は左フライ1ゴロなお本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので何分ご参考程度に止めていただければ幸いです ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。<music> チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース。このチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事、ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録、グッドボタンを押してください。 グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですよろしくお願いいたします1 mlb 大谷翔平は13レースで初めてマルチプレイヤーで副長の兆候を示しています エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダをマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁打。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番 DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4 1で勝利し連勝した。レグン先発サワンアラードの前に初回1試の第1打席はサヒ 4回無視の第2打席は1ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1試の第4打席では右腕パットンからアンダ2投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日三日、同四日は、二番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる百十七球を投げ、七回七安打八奪三振2失点で九勝目をマーク、1 9十八年のルース以来百三年ぶりとなる、同一シーズン二桁勝利二桁本塁打、2王手をかけた。打っては四打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は百二十九試合で四百五十四打数百十七安打九十打点。 42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平、日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手、27、が、2番・指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後、盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、 続く第4打席では右前にアンダを放った続くゴセリンの打席で二投を試み累進はセーフのジェスチャーしかし直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった成功していれば23個目の投塁だったがもったいない結果となったなおマルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで今季34度目4 大谷翔平、ナンバー43特第3本、火のようなヒット生き生きとした、パーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本類打王相では 今日の試合で2打席連続弾を放ち、40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け。 阿部まで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たり、と興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、 今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を103年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打さらに MLB 史上初となるシーズン50発25投塁などいくつの金字塔を打ち立てるのかその活躍から目が離せないなおこの日の大谷の打席は左フライ1ゴロなお本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので何分ご参考程度に止めていただければ幸いです ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース。このチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース、動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンを押してください。 グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。1.MLB 大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。 エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダーをマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁打、サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番 DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4 1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左ヒ、4回無死の第2打席は一頃だったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107、2マイル、約172,5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1試の第4打席では右腕パットンからアンダ、二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日三日、同四日は、二番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる百十七球を投げ、七回七安打八奪三振に失点で九勝目をマーク、九百十八年のルース以来百三年ぶりとなる、同一シーズン二桁勝利二桁本塁打、2王手をかけた。打っては四打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は百二十九試合で四百五十四打数百十七安打九十打点。 42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん大谷翔平2本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後、盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。 第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前にアンダを放った。続くゴセリンの打席で2投を試み、累進はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が2塁から離れてしまい、アウトになってしまった。成功していれば23個目の投塁だったが、もったいない結果となった。なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、 今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとした、パーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番、DH、でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本類打王相では、 今日の試合で2打席連続弾を放ち、40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け。 阿部まで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たり、と興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るは鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、 今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を103年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打さらに MLB 史上初となるシーズン50発25投塁などいくつの金字塔を打ち立てるのかその活躍から目が離せないなおこの日の大谷の打席は左フライ1ゴロなお本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので何分ご参考程度に止めていただければ幸いです ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。<music> チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース。このチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース、動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンを押してください。 グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。1mlb 大谷翔平は13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。エンゼルスの大谷翔平投手は4日日本時間5日。 本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダをマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。右翼席中段へ43号スリーランを放った。 飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 DNA パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に締めりがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに大谷翔平、ナンバー436試合中4試合でスリーランが初めてペレスに続いて3回合計8回13試合が初めてエンゼルスの大谷翔平投手27は4日日本時間5日本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に2番 DH でスタメン出場 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4-1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回1試の第1打席は左ヒ、4回無視の第2打席は1ゴロだったが6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越四43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107、2マイル、約172,5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1試の第4打席では右腕パットンからアンダ2投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2安打して以来13試合ぶりのマルチ安打を記録した。 前日3日、同4日は2番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利二2桁本塁打2王手をかけた。打っては4打数無 この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後。 盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前に安打を放った。続くゴセリンの打席で2投を試み、累進はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が2塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の盗塁だったが、もったいない結果となった。 なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43特第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場。 1>, 1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。 打った瞬間、それとわかる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け、a b まで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たりと興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け。 トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに MVP 当確の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打、さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25盗塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。 なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。 チャンネルへようこそ最新ニニュューースス大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですよろしくお願いいたします 1MLB 大谷翔平は13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で2番・指名打者で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチ安打をマークした。まずは1点リードの6回無視1・2塁だサワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番、DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4-1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左翼、4回無視の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で、打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、 グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ二刀は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日3日、同4日、は、2番、投手、レトーダ同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利2桁本塁打、2王手をかけた。 打っては4打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、 8回にアンダで出塁した後、投塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前にアンダを放った。続く後セリンの打席で二投を試み、塁審はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の投塁だったが、もったいない結果となった。 なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアアウト。 エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王相では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。 エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った打った瞬間それとわかる打球初速度107.2マイル173キロ打球角度31度飛距離426フィート130メートルの一発を受け安倍まで実況を務めた石黒新平アナが火の出るような当たりと興奮気味に話すと ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打。 さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25盗塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。 よろしくお願いいたしますチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです よろししくお願いいたします。1、MLB、大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダーをマークした。 まずは1点リードの6回虫12塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。 本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った。8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、 8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチ安打をマークした。登板翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、 本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に2番 DH デスタメン出場。第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4-1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回1試の第1打席は左ヒ、4回無視の第2打席は1ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107、2マイル、約172,5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1試の第4打席では右腕パットンからアンダ。2投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2安打して以来13試合ぶりのマルチ安打を記録した。 前日3日、同4日は2番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利二2桁本塁打2王手をかけた。打っては4打数無安打で この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後。 盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前にアンダを放った。続くゴセリンの打席で2投を試み、累進はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が2塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の盗塁だったが、もったいない結果となった。 なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43特第3本、火のようなヒット生き生きとした、パーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番、DH でレンジャーズ戦に先発出場。 1>, 1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。 打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け、a b まで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たりと興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け。 トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに MVP 当確の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打、さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25盗塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。 なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。 チャンネルへようこそ最新ニニュューースス大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですよろしくお願いいたします 1MLB 大谷翔平は13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で2番・指名打者で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダをマークした。まずは1点リードの6回無視1・2塁打、サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番、DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4-1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左翼、4回無視の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ。二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日3日、同4日は2番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利2桁本塁打2王手をかけた。打打打っては4打数無安打で この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後。 投類を試みたた。が、足が足離れてしまいアウトになった第3打席で43号スリーランを放った大谷は続く第4打席では右前にアンダを放った続くゴセリンの打席で2投を試み塁審はセーフのジェスチャーしかし直後に足が2塁から離れてしまいアウトになってしまった成功していれば23個目の盗塁だったがもったいない結果となった なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場。 1>, 1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。 打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け、a b まで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たりと興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりにこうするかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け。 トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに MVP 当確の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打、さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25投塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。 なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。 チャンネルへようこそ最新ニニュューースス大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですよろしくお願いいたします 1MLB 大谷翔平は13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチ安打をマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁だサワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番、DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4-1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左非、4回虫の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107、2マイル、約172,5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンから安打。二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2安打して以来13試合ぶりのマルチ安打を記録した。 前日3日、同4日は、2番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利安2桁本塁打、2王手をかけた。 打っては4打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平2本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、 8回にアンダで出塁した後、投塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前にアンダを放った。続くゴセリンの打席で二投を試み、塁審はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の投塁だったが、もったいない結果となった。 なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアウト。 エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。 エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った打った瞬間それとわかる打球初速度107.2マイル173キロ打球角度31度飛距離426フィート130メートルの一発を受け安倍まで実況を務めた石黒新平アナが火の出るような当たりと興奮気味に話すと ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打。 さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25盗塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。 よろしくお願いいたしますチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです よろししくお願いいたします。1、MLB、大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダーをマークした。 まずは1点リードの6回虫12塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。 本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った。8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し。 8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダをマークした。当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、 本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に2番 DH でスタメン出場第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークしたこの日は4打数2安打で打率を260としチームは4 1で勝利し連勝した レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左ヒ、4回無視の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ。二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日3日、同4日は2番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利安2桁本塁打2王手をかけた。打打打っては4打数無安で この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後。 盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前に安打を放った。続くゴセリンの打席で2投を試み、累進はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が2塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の盗塁だったが、もったいない結果となった。 なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43特大3本、火のようなヒット生き生きとした、パーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番、DH でレンジャーズ戦に先発出場。 1>, 1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。 打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け、a b まで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たりと興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりにこうするかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け。 トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに MVP 当格の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打、さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25盗塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。 なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。 チャンネルへようこそ最新ニニュューースス大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事、ニュース。動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください。グッド評価や、コメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。1、MLB、大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。 エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダをマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁打、サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めてペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めてエンゼルスの大谷翔平投手27は4日、日本時間5日本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に2番 DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4 1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左ヒ、4回無虫の第2打席は一ゴロだったが6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右四43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で、打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、 グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日三日、同四日は、二番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる百十七球を投げ、七回七安打八奪三振2失点で九勝目をマーク、九百十八年のルース以来百三年ぶりとなる、同一シーズン二桁勝利二桁本塁打、2王手をかけた。打っては四打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は百二十九試合で四百五十四打数百十七安打九十打点。 42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後、盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第三打席で十三号スリーランを放った大谷は、 続く第4打席では右前にアンダを放った続くゴセリンの打席で二投を試み塁審はセーフのジェスチャーしかし直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった成功していれば23個目の盗塁だったがもったいない結果となったなおマルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで今季34度目4 大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本類打王相では 今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け。 アベマで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たり、と興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、 今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を103年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打さらに MLB 史上初となるシーズン50発25投塁などいくつの金字塔を打ち立てるのかその活躍から目が離せないなおこの日の大谷の打席は左フライ1ゴロなお本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので何分ご参考程度に止めていただければ幸いです ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。<music> チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方はぜひ チャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですよろしくお願いいたします1 mlb 大谷翔平は13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチ安打をマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番、DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4 1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左非、4回虫の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107、2マイル、約172,5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ。二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日3日、同4日は、2番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利二2桁本塁打、2王手をかけた。 打っては4打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。 エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し8回に安打で出塁した後投塁を試みたが足が離れてしまいアウトになった第3打席で43号スリーランを放った大谷は続く第4打席では右前に安打を放った続くゴセリンの打席で二投を試み塁審はセーフのジェスチャーしかし 直後に足が2塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の盗塁だったが、もったいない結果となった。なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアウト。 エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち、40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。 エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った打った瞬間それとわかる打球初速度107.2マイル173キロ打球角度31度飛距離426フィート130メートルの一発を受け安倍まで実況を務めた石黒新平アナが火の出るような当たりと興奮気味に話すと ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打。 さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25盗塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。 よろしくお願いいたしますチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです よろししくお願いいたします1、MLB、大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダーをマークした。 まずは1点リードの6回虫12塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。 本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った。8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し。 8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダをマークした。当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて。ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて。 エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番、DH、でスタメン出場。第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数に安打で打率を260とし、チームは4一1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左翼、4回無視の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ。二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日3日、同4日、は、2番、投手、でー打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利2桁本塁打、2王手をかけた。 打っては4打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、 8回にアンダで出塁した後、投塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前にアンダを放った。続くゴセリンの打席で二投を試み、塁審はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の投塁だったが、もったいない結果となった。 なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアウト。 エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。 エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った打った瞬間それとわかる打球初速度107.2マイル173キロ打球角度31度飛距離426フィート130メートルの一発を受け安倍まで実況を務めた石黒新平アナが火の出るような当たりと興奮気味に話すと ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打。 さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25盗塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。 よろしくお願いいたしますチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです よろししくお願いいたします1、MLB、大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダーをマークした。 まずは1点リードの6回無視1・2塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振、右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれと分かる一発だった。 本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った。8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し。 8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチ安打をマークした。登板翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、 本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に2番 DH でスタメン出場第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークしたこの日は4打数2安打で打率を260としチームは4 1で勝利し連勝した レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左ヒ、4回死の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1試の第4打席では右腕パットンからアンダ二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日三日、同四日は、二番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる百十七球を投げ、七回七安打八奪三振2失点で九勝目をマーク、九百十八年のルース以来百三年ぶりとなる、同一シーズン二桁勝利二桁本塁打、2王手をかけた。打っては四打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は百二十九試合で四百五十四打数百十七安打九十打点。 42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平、日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手、27、が、2番・指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後、盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第三打席で43号スリーランを放った大谷は、 続く第4打席では右前にアンダを放った続くゴセリンの打席で二投を試み塁進はセーフのジェスチャーしかし直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった成功していれば23個目の投塁だったがもったいない結果となったなおマルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで今季34度目4 大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとした、パーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本類打王相では 今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け。 阿部まで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たり、と興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、 今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を103年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打さらに MLB 史上初となるシーズン50発25投塁などいくつの金字塔を打ち立てるのかその活躍から目が離せないなおこの日の大谷の打席は左フライ1ゴロなお本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので何分ご参考程度に止めていただければ幸いです ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース。このチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース、動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録。 グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですよろしくお願いいたします 1mlb 大谷翔平は13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で2番・指名打者で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチ安打をマークした。まずは1点リードの6回無視1・2塁だサワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番、DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4-1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左翼、4回無視の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で、打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、 グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ二刀は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日3日、同4日、は、2番、投手、レトーダ同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利2桁本塁打、2王手をかけた。 打っては4打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、 8回にアンダで出塁した後、投塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前にアンダを放った。続くゴセリンの打席で二投を試み、塁審はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の投塁だったが、もったいない結果となった。 なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアアウト。 エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。 エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った打った瞬間それとわかる打球初速度107.2マイル173キロ打球角度31度飛距離426フィート130メートルの一発を受け安倍まで実況を務めた石黒新平アナが火の出るような当たりと興奮気味に話すと ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打。 さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25盗塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。 よろしくお願いいたしますチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです よろししくお願いいたします。1、MLB、大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダーをマークした。 まずは1点リードの6回虫1、2塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。 本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った。8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し。 8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダをマークした。当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて。ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて。 エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番、DH でスタメン出場。第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4一1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左非、4回虫の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で、打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、 グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1試の第4打席では右腕パットンからアンダ二刀は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日3日、同4日は、2番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利安2桁本塁打、2王手をかけた。 打っては4打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平2本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、 8回にアンダで出塁した後、投塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前にアンダを放った。続くゴセリンの打席で二投を試み、塁審はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の投塁だったが、もったいない結果となった。 なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番、DH でレンジャーズ戦に先発出場。 1>, 1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち、40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。 打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け、a b まで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たりと興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりにこうするかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け。 トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに MVP 当確の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打、さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25投塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。 なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。 チャンネルへようこそ最新ニニュューースス大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですよろしくお願いいたします 1MLB 大谷翔平は13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダをマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁打。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれと分かる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに大谷翔平、ナンバー436試合中4試合でスリーランが初めてペレスに続いて3回合計8回13試合が初めてエンゼルスの大谷翔平投手27は4日日本時間5日本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に2番 DH でスタメン出場 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4 1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左ヒ、4回虫の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越四43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、 グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日三日、同四日は、二番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる百十七球を投げ、七回七安打八奪三振2失点で九勝目をマーク、九百十八年のルース以来百三年ぶりとなる、同一シーズン二桁勝利二桁本塁打、2王手をかけた。打っては四打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は百二十九試合で四百五十四打数百十七安打九十打点。 42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん大谷翔平2本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後、盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、 続く第4打席では右前にアンダを放った続くゴセリンの打席で二投を試み累進はセーフのジェスチャーしかし直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった成功していれば23個目の投塁だったがもったいない結果となったなおマルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで今季34度目4 大谷翔平、ナンバー43特第3本、火のようなヒット生き生きとした、パーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本類打王相では 今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け。 阿部まで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たり、と興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、 今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を103年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打さらに MLB 史上初となるシーズン50発25投塁などいくつの金字塔を打ち立てるのかその活躍から目が離せないなおこの日の大谷の打席は左フライ1ゴロなお本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので何分ご参考程度に止めていただければ幸いです ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。<music> チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事、ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非 チャンネル登録、グッドボタンを押してください。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。1、MLB、大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、 本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダをマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。右翼席中段へ43号スリーランを放った。 飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれと分かる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番、DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4 1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左非、4回虫の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107、2マイル、約172,5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンから安打。二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2安打して以来13試合ぶりのマルチ安打を記録した。 前日3日、同4日は2番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利二2桁本塁打2王手をかけた。打打打っては4打数無安で この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後。 投類を試みたた。が、足が足離れてしまいアウトになった第3打席で43号スリーランを放った大谷は続く第4打席では右前に安打を放った続くゴセリンの打席で2投を試み塁審はセーフのジェスチャーしかし直後に足が2塁から離れてしまいアウトになってしまった成功していれば23個目の盗塁だったがもったいない結果となった なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番、DH でレンジャーズ戦に先発出場。 1>, 1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。 打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け、a b まで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たりと興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け。 トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに MVP 当確の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打、さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25投塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。 なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。 チャンネルへようこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事、ニュース。動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください。グッド評価や、コメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。1、MLB、大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。 エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番指名打者で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダをマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁打、サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番、DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4-1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回1試の第1打席は左翼4回無視の第2打席は1ゴロだったが6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ。二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日3日、同4日は、2番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利二2桁本塁打、2王手をかけた。打っては4打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点。 42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん大谷翔平2本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後、盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第三打席で43号スリーランを放った大谷は、 続く第4打席では右前にアンダを放った続くゴセリンの打席で二投を試み累進はセーフのジェスチャーしかし直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった成功していれば23個目の投塁だったがもったいない結果となったなおマルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで今季34度目4 大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本類打王 今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け。 安倍まで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たり、と興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るは鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、 今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を103年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打さらに MLB 史上初となるシーズン50発25投塁などいくつの金字塔を打ち立てるのかその活躍から目が離せないなおこの日の大谷の打席は左フライ1ゴロなお本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので何分ご参考程度に止めていただければ幸いです ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース。このチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非、 チャンネル登録、グッドボタンを押してください。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。1.MLB 大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。 エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で2番指名打者で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダをマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁打、サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれと分かる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 DNA パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番 DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4-1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回1試の第1打席は左翼、4回無視の第2打席は1ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1試の第4打席では右腕パットンから安打。2投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2安打して以来13試合ぶりのマルチ安打を記録した。 前日3日、同4日、は、2番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利安2桁本塁打、2王手をかけた。 打っては4打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。 エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し8回に安打で出塁した後投類を試みたが足が離れてしまいアウトになった第3打席で43号スリーランを放った大谷は続く第4打席では右前に安打を放った続くゴセリンの打席で二投を試み累進はセーフのジェスチャーしかし 直後に足が2塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の盗塁だったが、もったいない結果となった。なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとした、パーフェクト、ファン、ティアアウト。 エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。 エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った打った瞬間それとわかる打球初速度107.2マイル173キロ打球角度31度飛距離426フィート130メートルの一発を受け安倍まで実況を務めた石黒新平アナが火の出るような当たりと興奮気味に話すと ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打。 さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25盗塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。 よろしくお願いいたします <music> チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです よろししくお願いいたします。1、MLB、大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダーをマークした。 まずは1点リードの6回虫12塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。 本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った。8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し。 8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダをマークした。当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、 本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に2番 DH でスタメン出場第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークしたこの日は4打数2安打で打率を260としチームは4 1で勝利し連勝した レグン先発サワンアラードの前に初回1試の第1打席は左ヒ、4回無視の第2打席は1ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ。二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日3日、同4日、は、2番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利安2桁本塁打、2王手をかけた。 打っては4打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、 8回にアンダで出塁した後、投塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前にアンダを放った。続くゴセリンの打席で二投を試み、塁審はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の投塁だったが、もったいない結果となった。 なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43特大3本、火のようなヒット生き生きとした、パーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番、DH でレンジャーズ戦に先発出場。 1>, 1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。 打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け、a b まで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たりと興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け。 トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに MVP 当格の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打、さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25盗塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。 なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。 チャンネルへようこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事、ニュース。動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください。グッド評価や、コメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。1、MLB、大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。 エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で2番指名打者で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダをマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁打、サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれと分かる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダをマークした。 当番翌日に締めりがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番 DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4-1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回1試の第1打席は左ヒ、4回無視の第2打席はチゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107、2マイル、約172,5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンから安打。二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2安打して以来13試合ぶりのマルチ安打を記録した。 前日三日、同四日は、二番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる百十七球を投げ、七回七安打八奪三振2失点で九勝目をマーク、九百十八年のルース以来百三年ぶりとなる、同一シーズン二桁勝利二桁本塁打、2王手をかけた。打っては四打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は百二十九試合で四百五十四打数百十七安打九十打点。 42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん大谷翔平2本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後、盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、 続く第4打席では右前にアンダを放った続くゴセリンの打席で二投を試み累進はセーフのジェスチャーしかし直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった成功していれば23個目の投塁だったがもったいない結果となったなおマルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで今季34度目4 大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとした、パーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本類打王相では、 今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け。 アベまで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たり、と興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、 今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を103年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打さらに MLB 史上初となるシーズン50発25投塁などいくつの金字塔を打ち立てるのかその活躍から目が離せないなおこの日の大谷の打席は左フライ1ゴロなお本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので何分ご参考程度に止めていただければ幸いです ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、 チャンネル登録グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。1、MLB、大谷翔平は13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。 エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチ安打をマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番 DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4 1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左ヒ、4回無死の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、 グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日3日、同4日は、2番、投手、レト打ダ同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利二2桁本塁打、2王手をかけた。 打っては4打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、 8回にアンダで出塁した後、投塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前にアンダを放った。続くゴセリンの打席で2投を試み、塁審はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が2塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の投塁だったが、もったいない結果となった。 なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアアウト。 エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王相では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。 エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。打った瞬間、それとわかる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け、阿部まで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たり、と興奮気味に話すと、 ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打。 さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25盗塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。 よろしくお願いいたしますチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きた様々な出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方はぜひチャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら 本当に嬉しししいいいですすよろしくお願いいたします1、MLB、大谷翔平は13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地レンジャーズ戦で2番・指名打者で先発出場した2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、 8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダーをマークした。まずは1点リードの6回虫12塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。 本類打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った。8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し。 8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチ安打をマークした。登板翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、 本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に2番 DH デスタメン出場。第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席ではアンダし13試合ぶりのマルチアンダマークした。この日は4打数2アンダで打率を260とし、チームは4-1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左ヒ、4回虫の第2打席は一ゴロだったが6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越四43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107、2マイル、約172,5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1試の第4打席では右腕パットンからアンダ二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日三日、同四日は、二番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる百十七球を投げ、七回七安打八奪三振2失点で九勝目をマーク、九百十八年のルース以来百三年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利二打2桁本塁打、2王手をかけた。打っては四打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は百二十九試合で四百五十四打数百十七安打九十打点。 42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん大谷翔平2本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後、盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、 続く第4打席では右前にアンダを放った続くゴセリンの打席で二投を試み累進はセーフのジェスチャーしかし直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった成功していれば23個目の投塁だったがもったいない結果となったなおマルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで今季34度目4 大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとした、パーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本類打王相では、 今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け。 アベまで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たり、と興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るは鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、 今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を103年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打さらに MLB 史上初となるシーズン50発25投塁などいくつの金字塔を打ち立てるのかその活躍から目が離せないなおこの日の大谷の打席は左フライ1ゴロなお本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので何分ご参考程度に止めていただければ幸いです ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。<music> チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方はぜひチャンネル登録、グッドボタンを押してください。 グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですよろしくお願いいたします1 mlb 大谷翔平は13レースで初めてマルチプレイヤーで副長の兆候を示していますエンゼルスの大谷翔平投手は4日日本時間5日 本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチ安打をマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。右翼席中段へ43号スリーランを放った。 飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番、DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4 1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左ヒ、4回無虫の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越四43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107、2マイル、約172,5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1試の第4打席では右腕パットンからアンダ。二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日三日、同四日は、二番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる百十七球を投げ、七回七安打八奪三振2失点で九勝目をマーク、九百十八年のルース以来百三年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利二打2桁本塁打、2王手をかけた。打っては四打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は百二十九試合で四百五十四打数百十七安打九十打点。 42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん大谷翔平2本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後、盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。 第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前にアンダを放った。続くゴセリンの打席で2投を試み、累進はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が2塁から離れてしまい、アウトになってしまった。成功していれば23個目の投塁だったが、もったいない結果となった。なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、 今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとした、パーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番、DH、でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本類打王相では 今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け。 アベマで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たり、と興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るは鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、 今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を103年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打さらに MLB 史上初となるシーズン50発25投塁などいくつの金字塔を打ち立てるのかその活躍から目が離せないなおこの日の大谷の打席は左フライ1ゴロなお本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので何分ご参考程度に止めていただければ幸いです ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース。このチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース、動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンを押してください。 グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。一、m l b 大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで副長の兆候を示しています。 エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で2番・指名打者で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチ安打をマークした。まずは1点リードの6回無視1・2塁だサワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番、DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4一1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左非、4回無視の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で、打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、 グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ二刀は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日3日、同4日、は、2番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利2桁本塁打、2王手をかけた。 打っては4打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平2本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、 8回にアンダで出塁した後、投塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前にアンダを放った。続くゴセリンの打席で二投を試み、塁審はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の投塁だったが、もったいない結果となった。 なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアウト。 エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。 エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った打った瞬間それとわかる打球初速度107.2マイル173キロ打球角度31度飛距離426フィート130メートルの一発を受け安倍まで実況を務めた石黒新平アナが火の出るような当たりと興奮気味に話すと ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打。 さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25盗塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。 よろしくお願いいたしますチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです よろししくお願いいたします1、MLB、大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダーをマークした。 まずは1点リードの6回虫12塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。 本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った。8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し。 8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダをマークした。当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、 本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に2番 DH でスタメン出場第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークしたこの日は4打数2安打で打率を260としチームは4 1で勝利し連勝した レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左非、4回虫の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107、2マイル、約172,5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ。二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日3日、同4日は2番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利二2桁本塁打2王手をかけた。打打打っては4打数無安で この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後。 投類を試みたた。が、足が足離れてしまいアウトになった第3打席で43号スリーランを放った大谷は続く第4打席では右前に安打を放った続くゴセリンの打席で2投を試み塁審はセーフのジェスチャーしかし直後に足が2塁から離れてしまいアウトになってしまった成功していれば23個目の盗塁だったがもったいない結果となった なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番、DH でレンジャーズ戦に先発出場。 1>, 1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。 打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け、a b まで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たりと興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け。 トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに MVP 当確の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打、さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25投塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。 なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。 チャンネルへようこそ最新ニニュューースス大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですよろしくお願いいたします 1MLB 大谷翔平は13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で2番・指名打者で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチ安打をマークした。まずは1点リードの6回無視1・2塁だサワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番、DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4-1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左翼、4回無視の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ。二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日3日、同4日、は、2番、投手、レトーダ同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利安2桁本塁打、2王手をかけた。 打っては4打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。 エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し8回に安打で出塁した後盗塁を試みたが足が離れてしまいアウトになった第3打席で43号スリーランを放った大谷は続く第4打席では右前に安打を放った続くゴセリンの打席で2刀を試み累進はセーフのジェスチャーしかし 直後に足が2塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の投類だったが、もったいない結果となった。なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43特第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアウト。 エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。 エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った打った瞬間それとわかる打球初速度107.2マイル173キロ打球角度31度飛距離426フィート130メートルの一発を受け安倍まで実況を務めた石黒新平アナが火の出るような当たりと興奮気味に話すと ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打。 さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25盗塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。 よろしくお願いいたします <music> チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですよろしくお願いいたします 1>, 1、MLB、大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダーをマークした。 まずは1点リードの6回虫1、2塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。 本類打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った。8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し。 8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。登板翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、 本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に2番 DH でスタメン出場。第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチアンダーマークした。この日は4打数2アンダで打率を260とし、チームは4-1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左翔、4回虫の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107、2マイル、約172,5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1試の第4打席では右腕パットンから安打。2投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2安打して以来13試合ぶりのマルチ安打を記録した。 前日三日、同四日は、二番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる百十七球を投げ、七回七安打八奪三振2失点で九勝目をマーク、九百十八年のルース以来百三年ぶりとなる、同一シーズン二桁勝利二桁本塁打、2王手をかけた。打っては四打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は百二十九試合で四百五十四打数百十七安打九十打点。 42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん大谷翔平2本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後、盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、 続く第4打席では右前にアンダを放った続くゴセリンの打席で二投を試み累進はセーフのジェスチャーしかし直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった成功していれば23個目の投塁だったがもったいない結果となったなおマルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで今季34度目4 大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本類打王相では 今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け。 アベまで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たり、と興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るは鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、 今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を103年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打さらに MLB 史上初となるシーズン50発25投塁などいくつの金字塔を打ち立てるのかその活躍から目が離せないなおこの日の大谷の打席は左フライ1ゴロなお本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので何分ご参考程度に止めていただければ幸いです ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方はぜひチャンネル登録、グッドボタンを押してください。 グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですよろしくお願いいたします1 mlb 大谷翔平は13レースで初めてマルチプレイヤーで副長の兆候を示していますエンゼルスの大谷翔平投手は4日日本時間5日 本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダをマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。右翼席中段へ43号スリーランを放った。 飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番 DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4-1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回1試の第1打席は左翼4回無視の第2打席は1ゴロだったが6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1試の第4打席では右腕パットンからアンダ。2投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2安打して以来13試合ぶりのマルチ安打を記録した。 前日三日、同四日は、二番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる百十七球を投げ、七回七安打八奪三振2失点で九勝目をマーク、九百十八年のルース以来百三年ぶりとなる、同一シーズン二桁勝利二桁本塁打、2王手をかけた。打っては四打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は百二十九試合で四百五十四打数百十七安打九十打点。 42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん大谷翔平2本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後、盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第三打席で43号スリーランを放った大谷は、 続く第4打席では右前にアンダを放った続くゴセリンの打席で二投を試み塁審はセーフのジェスチャーしかし直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった成功していれば23個目の盗塁だったがもったいない結果となったなおマルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで今季34度目4 大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとした、パーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本類打王相では 今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け。 アベまで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たり、と興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、 今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を103年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打さらに MLB 史上初となるシーズン50発25投塁などいくつの金字塔を打ち立てるのかその活躍から目が離せないなおこの日の大谷の打席は左フライ1ゴロなお本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので何分ご参考程度に止めていただければ幸いです ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース。このチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してください。 グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。1.MLB 大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。 エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で2番・指名打者で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチ安打をマークした。まずは1点リードの6回無視1・2塁だサワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番、DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4一1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左翼、4回無視の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で、打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、 グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ二刀は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日3日、同4日、は、2番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利2桁本塁打、2王手をかけた。 打っては4打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、 8回にアンダで出塁した後、投塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前にアンダを放った。続くゴセリンの打席で二投を試み、塁審はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の投塁だったが、もったいない結果となった。 なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアウト。 エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。 エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った打った瞬間それとわかる打球初速度107.2マイル173キロ打球角度31度飛距離426フィート130メートルの一発を受け安倍まで実況を務めた石黒新平アナが火の出るような当たりと興奮気味に話すと ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打。 さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25盗塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。 よろしくお願いいたします <music> チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですよろしくお願いいたします 1, 1、MLB、大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダーをマークした。 まずは1点リードの6回虫12塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。 本類打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った。8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し。 8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダをマークした。当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、 本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に2番 DH デスタメン出場。第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4-1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左翼、4回虫の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で、打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、 グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日三日、同四日は、二番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる百十七球を投げ、七回七安打八奪三振2失点で九勝目をマーク、九百十八年のルース以来百三年ぶりとなる、同一シーズン二桁勝利二桁本塁打、2王手をかけた。打っては四打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は百二十九試合で四百五十四打数百十七安打九十打点。 42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん大谷翔平2本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後、盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第三打席で43号スリーランを放った大谷は、 続く第4打席では右前にアンダを放った続くゴセリンの打席で二投を試み累進はセーフのジェスチャーしかし直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった成功していれば23個目の投塁だったがもったいない結果となったなおマルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで今季34度目4 大谷翔平、ナンバー43特第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本類打王相では 今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け。 アベまで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たり、と興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、 今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を103年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打さらに MLB 史上初となるシーズン50発25投塁などいくつの金字塔を打ち立てるのかその活躍から目が離せないなおこの日の大谷の打席は左フライ1ゴロなお本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので何分ご参考程度に止めていただければ幸いです ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。<music> チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース。このチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してください。 グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですよろしくお願いいたします一、mlb 大谷翔平は十三レースで初めてマルチプレイヤーで副長の兆候を示していますエンゼルスの大谷翔平投手は四日日本時間五日 本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダをマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁だ。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。右翼席中段へ43号スリーランを放った。 飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番、DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4-1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回1試の第1打席は左翼4回無視の第2打席は1ゴロだったが6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ。二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日3日、同4日、は、2番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利2桁本塁打、2王手をかけた。 打っては4打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、 8回にアンダで出塁した後、投塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前にアンダを放った。続くゴセリンの打席で二投を試み、塁審はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が二塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の投塁だったが、もったいない結果となった。 なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアウト。 エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。 エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った打った瞬間それとわかる打球初速度107.2マイル173キロ打球角度31度飛距離426フィート130メートルの一発を受け安倍まで実況を務めた石黒新平アナが火の出るような当たりと興奮気味に話すと ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打。 さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25盗塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。 よろしくお願いいたしますチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュース動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです よろししくお願いいたします1、MLB、大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダーをマークした。 まずは1点リードの6回無視1・2塁打。サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれと分かる一発だった。 本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った。8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し。 8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダをマークした。当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27、は4日、日本時間5日、 本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に2番 DH でスタメン出場第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークしたこの日は4打数2安打で打率を260としチームは4 1で勝利し連勝した レグン先発サワンアラードの前に初回一死の第1打席は左ヒ、4回無死の第2打席は一ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1試の第4打席では右腕パットンからアンダ2投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日三日、同四日は、二番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる百十七球を投げ、七回七安打八奪三振に失点で九勝目をマーク、九百十八年のルース以来百三年ぶりとなる、同一シーズン二桁勝利二桁本塁打、2王手をかけた。打っては四打数無安打で、この日の試合前までの打撃成績は百二十九試合で四百五十四打数百十七安打九十打点。 42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん大谷翔平2本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後、盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。 第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前にアンダを放った。続くゴセリンの打席で2投を試み、累進はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が2塁から離れてしまい、アウトになってしまった。成功していれば23個目の投塁だったが、もったいない結果となった。なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、 今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43特第3本、火のようなヒット生き生きとした、パーフェクト、ファン、ティアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番、DH、でレンジャーズ戦に先発出場、1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本類打王相では 今日の試合で2打席連続弾を放ち、40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。打った瞬間、それと分かる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け。 阿部まで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たり、と興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立った、など石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け、トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに、MVP 当確、の声も上がっているが、 今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打。さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25投塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお 本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース このチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース、動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。1、MLB、大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。 エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で2番指名打者で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダーをマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁打、サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれと分かる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズ・ペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番 DH でスタメン出場。 第3打席に4試合ぶりの本塁打となる43号スリーランを放つと、第4打席では安打し13試合ぶりのマルチ安打マークした。この日は4打数2安打で打率を260とし、チームは4-1で勝利し連勝した。 レグン先発サワンアラードの前に初回1試の第1打席は左ヒ、4回無視の第2打席は1ゴロだったが、6回の第3打席で初球の高めの直球を完璧に捉えて右越え43号スリーラン。 飛距離は426フィート、約130メートル、打球速度は107.2マイル、約172.5キロ、で打球角度は31度8月30日、同31日のヤンキース戦以来4試合ぶりの本塁打で、本塁打大争いでリーグ2位のロイヤルズ・ペレスに再び3本差とした。 本拠地25本目で、2000年にグロスが記録した24本を超えて球団新記録となり、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本に4本差しに迫った。さらに8回1死の第4打席では右腕パットンからアンダ二投は失敗したが、8月19日、同20日のタイガース戦で2アンダして以来13試合ぶりのマルチアンダを記録した。 前日3日、同4日は2番、投手、で投打同時出場し、メジャー自己最多となる117球を投げ、7回7安打8奪三振2失点で9勝目をマーク、1918年のルース以来103年ぶりとなる、同一シーズン2桁勝利安2桁本塁打2王手をかけた。打打打っては4打数無安打で この日の試合前までの打撃成績は129試合で454打数117安打90打点、42本塁打、22盗塁で打率258となっていたドットさん。大谷翔平日本と思うと思ったのですが、足が出て今シーズン34回目の出場。エンゼルスの大谷翔平投手27が2番指名打者で出場し、8回に安打で出塁した後。 盗塁を試みたが、足が離れてしまいアウトになった。第3打席で43号スリーランを放った大谷は、続く第4打席では右前にアンダを放った。続くゴセリンの打席で2投を試み、累進はセーフのジェスチャー。しかし、直後に足が2塁から離れてしまいアウトになってしまった。成功していれば23個目の盗塁だったが、もったいない結果となった。 なお、マルチヒットは8月19日のタイガース戦以来13試合ぶりで、今季34度目4。大谷翔平、ナンバー43得第3本、火のようなヒット生き生きとしたパーフェクト、ファン、ティアアアウト。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番 DH でレンジャーズ戦に先発出場。 1>, 1から0と1点リードで迎えた6回の第3打席、レンジャーズ先発左腕のアラードから4試合ぶりとなる43号スリーランを放った。本塁打王走では、今日の試合で2打席連続弾を放ち40本の大台に乗せ、大谷を猛追するペレス、ロイヤルズとの差を3本としてキングを死守。エンゼルスの球団記録となるシーズン47本の最多本塁打記録まで4本に迫った。 打った瞬間、それとわかる打球初速度107.2マイル、173キロ、打球角度31度、飛距離426フィート、130メートルの一発を受け、a b まで実況を務めた石黒新平アナが、火の出るような当たりと興奮気味に話すと、ファンからも、完璧、涙出るわ、鳥肌が立ったなど石黒アナの興奮ぶりに呼応するかのような声が多数寄せられた、4試合ぶりの一発を受け。 トロイ・グロスが2000年に記録した球団記録のシーズン47本塁打まであと4本と迫った大谷。現地メディアではすでに MVP 当確の声も上がっているが、今日の試合を含めて残り27試合で本塁打を、103年ぶりとなる2桁勝利、2桁本塁打、さらに MLB 史上初となるシーズン50発、25盗塁など、いくつの金字塔を打ち立てるのか、その活躍から目が離せない。 なお、この日の大谷の打席は左フライ、1ゴロ。なお、本動画の反応コメントは個々の見解によるものですので、何分ご参考程度に止めていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございます。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。 このチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース、動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください。グッド評価やコメントをいただけたら、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。1、MLB、大谷翔平は、13レースで初めてマルチプレイヤーで復調の兆候を示しています。 エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地、レンジャーズ戦で、2番、指名打者、で先発出場した、2打席凡退で迎えた6回の第3打席で4試合ぶりの43号スリーランを放つと、8回の第4打席で13試合ぶりのマルチアンダをマークした。まずは1点リードの6回無視1、2塁打、サワンアラードの甘く入ったカットボールを強振。 右翼席中段へ43号スリーランを放った。飛距離426フィート、約129.8メートル、打球速度107.2マイル、約172.5キロ、打球角度31度。打った瞬間にそれとわかる一発だった。本塁打大争いでは1試合2発でリーグ2位に浮上したロイヤルズペレスに3本差しをつけた。年間51発ペース。 シーズン本拠地25発は2000年トロイ・グロスが記録した24本を超えて球団新記録。また、グロスが同年に記録したシーズン球団記録47本塁打にも4本差しに迫った、8回の第4打席では元 d n a パットンから結果を出し、8月19日の敵地タイガース戦以来13試合ぶり、今季34度目のマルチアンダーをマークした。 当番翌日に湿りがちだった打撃で復調の兆しを見せたドットに、大谷翔平、ナンバー43、6試合中4試合でスリーランが初めて、ペレスに続いて3回、合計8回、13試合が初めて、エンゼルスの大谷翔平投手、27は4日、日本時間5日、本拠地アナハイムでのレンジャーズ戦に、2番 DH でスタメン出場。